3、2、1、0。3月の19日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーす。3月の19日、今日はカメラの発明記念日だそうです。カメラといえば大怪獣？それはガメラ。わかった。昔、屋台の縁日でよく食べた駄菓子？それはカルメラ。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。届けるイカナゴの食いにまだ合います。ご注文お待ちしてます。春雨サラダ乾燥塩昆布仕上げ。春雨サラダに塩昆布トッピングをしていました。春雨サラダの味が昆布で引き締まり、さっぱり爽やか。どうか試してみませんか。店長まっちゃん、今から行くわし。電話したら。